なんだか、ここにいる人はみんな、あなたに強く出ることができないように感じるわ。あの千号も例外じゃなくね。みんな私のことが好きだからじゃない？当然よね。英傑たちはみんな優しくて可愛い。だから、同じように優しくて可愛い私と話が合うの。それに、千号もという言い方は良くないわ。彼に対して何か偏見でも持ってるんじゃないかって誤解されるわよ。それは失礼したわ。そういう意味で言ったんじゃないの。ええ、わかってる。メイは私と同じで優しいもの。誰かの悪口を言うような人じゃないわ。それに千号はね、本当はそんなに怖くない。正しい接し方さえ心得れば、彼にも穏やかでおとなしい一面があるって気づくはずよ。穏やかで、おとなしい。ごめんなさい。そういう言葉と彼を結びつけられないわ。それはきっと、メイはまだ本当の意味で彼の世界に入っていないからだと思う。けど大丈夫。私が前に渡した本を覚えてる？あの、千号の仮面にまつわる百の謎、入門からマスターまで。本に書いてある方法通りに一歩ずつ実践すれば、きっとメイも私みたいな千号マスターになれると思うわ。読ませてもらったけど、誰もがあの方法を使えるとは思えないわ。だから、あなたと一緒にいる時に見せる彼の友好的な態度には、他に理由があると思う。他に理由？そんなものあったかしら。あ、強いて言えばあのことかも。あのこと？桜が彼のことを火王がに連れ帰ってきた時、脅威対象と判断されて、指針の書に放り込まれたの。指針の書？でも、そんなの当人からしたらフェアじゃないでしょ？だから私は指針の書に行ったの。正直なところ、あそこは暗くて寒いし、客人をもてなすような場所じゃないわ。それに千号の、あの活力と情熱は、そのまま無駄にするべきじゃないと思った。だから、千号とある決め事をした後、私は彼をあそこから連れ出す方法を考えたの。決め事？約束、と言った方が正しいかしら。千号はね、そういうことを大事にするタイプなの。男のこだわりっていうのかな。私も後から知ったんだけど、彼がした約束であれば、何があろうとも彼は必ず守る。もちろん、彼は相手に同じことを求めるわ。だからね、メイ。できないことを千号と約束しないように気をつけてね。でないと。はぁ。あんな悲しい戦後なんて誰も見たくないもの。